神戸税関の新しい税関長が今日着任会見を開き不正薬物の取り締まりやテロ対策などに取り組むと抱負を述べました今月1日付で神戸税関長に着任したのは東京都出身で58歳の増平博美さんです増平さんは1990年に大倉賞に入賞した後これまでに長崎税関の監視部長や 大阪税関の関西空港税関支所長などを歴任しまししてきました。神戸税関での勤務は初めてという増平さんは今日の着任会見で、不正薬物の取り締まりやテロ対策など国民の安心安全の確保に取り組むと意気込みを語りました。神戸税関のあるこの新港取手西地区のウォーターフロント開発も進んでいると聞いておりますので。 税関としても可能な限り協力していくとともに、情報を発信し、皆様に愛される税関を目指していきたいと考えております。このほか、増平さんは、インバウンド需要による外国人旅行客の増加についても適切に対処したいと話していました。